皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回、マイライフ実況14回目になります。ぞい、1年目9月の2日から始めていきますのでね、現在の成績は打率は2割6分、ホームラン13本で打点は26打点と、いやもう完全にね、完全に、1年目から1軍レベルの選手だよね。1軍レベルどころか、超一流レベルと言ってもいいかもしれない。そのラインに俺は立ってるかもしれないね。1年目の松井秀喜の成績はもう超えてますからね。打点のみですよ。あとは打率も優に超えてます。ホームランも、松井秀喜は1年目11本なんでね。あと1打点上げれば、すべての数字の部分で松井秀喜を超えることができるね。今回の実況で超えていきましょうよ。やってくぜ！俺はゴジラを超えるレジェンドだ。ただ残念、1試合目はスタメンじゃないんだ。代打だね。まだこれスタメン争い続いてるからね。何を争うことがあるんだっちゅう話だろ？もう言わないよ、俺は。もう言いませんよ、何回も言ってきてるんで。いい？これが当たり前なんだと。俺は監督に嫌われてて、実力はあるのに使われない選手、そんな不運な選手だと思ってくださいよ。もう文句は出てこない。おー、白川来た。ワンアウトランナー二塁、松井秀喜を、と並ぶ、打点を並ぶチャンスだ。ここで打点を上げれば、並んで、ツーランホームランを打てば超えるんだ。あるかもね。いや、しかし、麻生くん簡単に追い込んでくるね。早すぎるわ。パームがえぐいな。最後までパームボール。これはどうだ。切れたね。イエス。うわー、もうダメだな。全球落ちる球か。いや、打てへん、打てへん、打てへん。いい場面だったんだけどね。チーム同点で打てば勝ち越し。条件は揃ってたんだけど、もったいないな。あんなパーム連投されたら無理だよね。おおお、距離は足りない、センターフライ。ピッチャーがちょっとびっくりした感じになってたからね。これはもしやと思ったんだが。あー、これ9月最初の試合なんですけどね。1試合目はノーヒット2の0だ。これは次も代打ですね。太田が打ってなければなんですけど。あ、監督の評価下がるか。あー、チャンスで打てなかったんだけど、マイナス評価ですな。ただ2打席凡退しただけなら文句は言われないんだが。うわ、太田3出塁マルチか。なんで活躍するんだ。早く松井秀喜超えさせろや。お前なんて超えれなかった人間だろ。負け犬はそそと、どっか行け。2軍に行け。2軍で、シコシコと、自己満足のだ、ね。ホームラン打てばいいんですよ。1軍で、俺が打つからお前は2軍で頑張れ。いいんだいいんだ、打たなくていい。俺にその場を譲れ。若いもんに譲るのがこの世間の常識じゃ。よっしゃ、6回。これも2打席来そうですね。2アウトランナー2塁、再びチャンス。ただチームは圧倒的に負けてるから、さっきと比べてプレッシャーはないかな。第2球。インコース低め、ストライク。インコースついてくるな。さっきもインコースフォークのミノさんでしたからね。しかし、これで松井秀喜超え、確定代打トーラン。大野からのこの会心の一撃、今季14号。わーお、わーお、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。この打球見たか、看板直撃だぜ。完全に超えたね。やべえ。はい、28打点で松井秀喜の打点を超えて打率、本塁打、打点、この3部門で超えることができました。出塁率 OPS などという数字はまだ見てないのでね、これも後で紹介していきたいと思いますが。ただここはアウト。いや、もういいや。あのホームランで次の試合スタメン確定ですからね。さあ、で、今季15号。いや、俺今季15号以上は打ちたいと思ってるからね。あと1本ですよ。やべえわ、代打でこれでホームラン何本目だ ?3 本くらい打ったと思うよ。ちょっと代打ホームラン成績見ていこうか。代打の方がむしろ打ってるんじゃねえかなというくらい打ってるからね。まあ、さすがそれはないけどね。よっしゃー、来たー、スタメン争い無事勝利。ピーマン止め、お前をレギュラーとして起用していこう。ようやくだ、遅すぎる。お前は遅い。今まで以上の責任は大きくなるが、結果で答えてくれよな。レギュラーになりました。1年目終わりの方ですけどね。お、なんだ？打順に希望はあるか。おお、来た来た来た。トロフィーもゲッチュ。そして、打順希望なんてできるの？え、何がいいだろうな。1番、ノー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 。1番、ノーノーノー。俺はね、さすがに4番っていうのはおこがましいんで、別にそこはいいよ。6番あたりにいる、長打マンになりたいかな。これいいや。これパワプロ進化してるね。こういう部分で。今まで打順めちゃくちゃな使われ方してたんだけどね。じゃあ6番で。
うん、本当それでいいんだな。はい。だがまだ今後の活躍次第では6番で使っていくことも考えよう。そうだな、本塁打が15本。ああ、そういうことね。いろいろとなんか条件があるんだね、打順立つため。これ4番だと3番だとこれもっと難しくなるってことだよね。6番で打つためには本塁打15本、もしくはチャンス30打席以上立ち、得点圏打率が3割以上。あ、どっちかでいいんだな。どっちも達成してないからね。本塁打14本で得点圏打率は1割台ですからね。30打席以上は間違いなく立ってますね。イエース、みんな来たよ。さて、不動の6番打者へ目指していこう。いや、いきなり1年目から4番はそれはおこがましいんで、先輩方申し訳ないんでね、無能の先輩方に申し訳ないんで、気は使えますからね、私。他のゆとり世代とは違うからね、気の使えないゆとり世代の人間ではないんで、使えるんで。ナイス。はぁ、ようやくだ。長い戦いだったね。さて、代打成績ちょっと確認していきましょうかね。これでまた1本打って、このホームランで決め手となったんだ。代打ではホームラン4本か。はぁ、素晴らしいね。3割1分3厘打ってる。で、先ほど6番への条件が出てましたけど、50打席以上に立って1割8分、9安打しか打ててないっていうね。ただ、打点は稼げてるね。少ない安打ですけど、打点は確実に稼げてるよ。得点圏打率がね、高くても、打点が低かったら何の意味もないですからね。得点圏でランナーを返す。それがこの、ピーマンに求められている役割だ。今までの俺のマイライフは、とりあえず打率、イチロータイプというものを目指してね、やってきたわけなんですけど、今作からちょっと変えてですね、とにかくホームランバッター、野球の花はホームランだなんだと。僕は最近再認識しましたから、目指していきますよ。ただ監督、9番で使わないで。6番で使えとも言わないけどよ。9番で使うのはやめてほしいわ。でもこれホームラン1本打てばもうその時点で6番打者決定ですからね。よっしゃ、あと1本打っていこう。15本あればいいんだな。でも条件としては結構楽だけどね。得点圏である3割っていうのは結構簡単でもないか、1割台の人間が言うセリフではないね。簡単ではないけどね。投げました。ほい、はい、達成。2試合連続本塁打、今季15号ツーラン。やべえ、俺やべえ、俺このプロ野球の歴史を塗り替える男だな。もうメジャーリーグ行っちゃおうかな。メジャーリーグのシーズン本塁打更新していこうかな。やべえよ俺。1年目高卒ルーキーとは思えない大活躍だね。はい、これで6番打者決定だ。ただまだまだ打っていく。いや、このペースな、20本あるね。いけるわ、いけるわ。1年目から20本とか最高だぞ。打点も30打点到達。投げました。あら、ちょっとタイミング合わなかったかな。さあ、4球目。おー、ナイスカット。いつもなら三振だ。危ないとこ、チェンジアップね。投げました。ボール。カウント1ボール、2ストライク。次が6球目。投げた。スラーバーボール、大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。あら、3ボールフルカウント。さて、どこ来る。甘く来れば跳ね返すとこなんだけど、これは来なかったね。フォアボールいただきました。3打席目、今日は一度も凡退してないぞ。ノーアウトランナー1塁、盗塁は、おお、ナイス盗塁、いいね。あら、ここで凡退か、もったいないな。全打席出塁はできなかったね。もう一回来るかな。あー、来なかったわ。今日は3打席のみ。しかし、またまたホームランが出ました。レギュラーになってからいきなりこれだからね。この監督とかの評価がまたうなぎ登りに上がったんじゃない？で、先ほどの6番打者の、条件はもう15本達成したのでね。これは6番打者になるんじゃないでしょうかね。2試合連続ホームラン、そうだよね。ほら来た、今のお前なら6番として十分やっていけると判断した。これから6番固定で起用していく。しっかり勝利に貢献してくれよ。イエーイ、2試合連続ホームランに、そして6番。いや、もうプラスになることばっかだね。人生やべえ、充実してきたな。リア充になってるよ。逆に怖いな、転落が怖いぞ。お、なんだ。いや、知っとけや。あ、知ってるね、こいつ。将来有望というか、もう有望になってる。有望を超えた何かになってるね。いや、これ前は1ねえ、いつだ、7月くらいの時はね、あいつ誰、
気持ち悪い、死ねばいいのにとかめっちゃ言われましたからね。さすがそこまでは言われてないですが、あいつは誰なんだと。で、ファンでもないやつの不評価が下がったからね。お、なんだ？あー、ファンから飯だな。米だ、米だ。新米送ってくんな、お前。もっとなんか手軽に食べるもん送ってこい。ありがたいけどね。さて、阪神戦が始まるよ。レギュラーになってから初めてのこの伝統の一戦ですからね。阪神ファンに見せつけてやりましょう。この巨人には恐ろしいバッターピーマンがいるんだということをね。そしてついに来た、俺が6番でいるよ。みんな見てくれ、クルーズの下だね。もうほんと今までね、9番とかピッチャーの打順、ピッチャーより打順下とかね、意味不明な起用法でね、働かされてきたからね、ようやくなんかまともな起用法で試合に出たような気がする。これから6番伝説が始まる。とりあえず1年目は6番でやっていく。2年目3年目から4番を目指して、そっから不動の巨人の4番バッターとしていくからね。投げた、見送ってボール。投球これから2球目、ボール、カウンター2ボール。第3球を投げた、3球目ストレーク。打ってもよかったかもしれない。もったいないな、今球入ってるぞ。投げました、ボール。あー、後悔した。あーあー、めっちゃ後悔してる俺。打ってもよかった。あら、デッドボール、勘弁してよ。スタメンになったばかで、お前デッドボールで怪我とか最悪すぎるぞお前。さて、ワンアウトランナー一塁三塁、チャンスだ。犠牲フライで1点の場面だからね。あら、いきなり外してきた。もしかして敬遠？2球連続敬遠か。もう1球見てみよう。あら、スリーボール。嘘だろこいつ。秋山、ああちゃんと入れてきたね。敬遠というわけではないわ。なあ、追い込まれた。フルカウント、もったいないな今の。ウェーイ、外角いっぱい全力ストライト、やるじゃない、いいじゃない。打ちたかったね今。まあでも打てないわ。さて、秋山のスタミナはもう切れてる。肩で息をしてるからね。これはライトスタンドにぶち込んでくださいという合図じゃないですか。秋山は愛媛の人間なんだよね。愛媛の松山だったかな、あ、今治だったかな、どっかだと思うんだけど、いただきます。今季第16号、グッバイ秋山、レッツゴー。イエーイ、止まらねえぜ兄貴。さて、20号まであと4本。完全にノリに乗ってるね。1年目から打ちすぎだわ。こんなマイライフ初めてだぞ俺。リードで迎える8回です。ちょっと CP の難易度上げた方がいいかもしれないこれはね。第2球、あまりにも打ちすぎて、これもう3年目4年目から連続でもうホームラン50本60本あるぞ。シーズン60本記録何本打つんだろうね。あら、三振、打てばよかった、後悔した。まあいいや、今日もホームランで、え、これで何試合連続、3試合連続ホームランですか？だよね。うん、ああそうだ、デッドボール危なかったねあれ。3試合連続ホームラン、3試合連続打点、3試合連続安打、3試合連続出塁。そりゃそうだよね、ホームラン打ったら出塁も安打も記録されますから、当然ちゃ当然ですよ。で、打点もつきますからね。やべえやべえやべえ。あ、なに？最近のお前を見てみて。これから先しばらくの間、目標にしてほしい記録があるんだ。題して、伝説のホームランバッターへ1。なんだ？本塁打を5試合連続で打つ。これ非常に難しい目標だが、お前ならやれると信じてる。バカか、お前。1年目のルーキーなんちゅうこと言うとんねん。題して、最強助っ人並べ、まだあんのかい。打点を6試合連続で上げる。難易度は3。今3試合連続ですからね、どれか1つ。いやいや、いいえ、やめておきます。ちょっとかっこ悪いんでやっていこうよ。いや、目標は大きくこっちでしょう。こっちは打点ですけど、こっちホームランですからね。こっちの方が難易度は高い。いきます。5試合連続。あと2試合打てばいいんだ。ミッションスタート。これでも失敗したからといって監督の評価が下がるみたいなことはないからね。これは理不尽だ、お前。絶対達成できないものを失敗して監督の評価が下がったら俺ならもう暴れるよ、ベンチで。暴れちゃうよ。まあ、クルーズあたりに止められると思うけどね、あっさりと。わかんないけど。さて、今日も6番。今日も6番というか、もうこれからずっと6番です。1年目は。残るシーズンもあと試合はちょっとですからね。チームの状況、チームの順位というものを確認してないんでわかりませんが、まあ、リーグ3位内には入ってますから、CS とかにも出れるんじゃないかな。まあ、出たら大暴れですよ。止まらない、止められない、止まらない男になっちゃうぞ。さて、行こう。おー、1回からいきなりチャンス。2アウトランナー2塁。9番にいた時はこの1打数、1回から来るってことは間違いなくなかったからね。
投球これから2球目見送ってストライク。うわ、簡単にツーストライク。なめられとんな、お前。あいつ3球勝負すれば簡単に抑えられるみたいな感じになっとるね、風潮が。出来上がっとる。確か俺3球勝負ものすごく弱いからね。第5球、投げました。ほい、なー、ちょっとミートが合わなかったかな。ついていけなかったね。芯で捉えることはできなかった。藤波は別に相性悪いピッチャーではないと思うけどね。今季対戦してるし、対戦成績はほら、打率3割3分3厘ですからね。ヒットも打てている。わっ、初球近い。落ちるか、ダメかー。もったいな。ボールは中継。これでワンアウト。2の0。連続で本塁打打ちたいぞ。5試合連続に挑戦するんだ。うわ、これもかい。もったいねえ。連続で2打席連続初球打ちのレフトフライ。同じこと繰り返してる。同じ映像だ、これ。同じ映像流してるわけじゃないからね。さて、ターニングポイント。うわー、チームは1点差で負けてる中、ワンアウト、ランナー、1塁、3塁。大事な場面で打てるか、ピーマン。今日は3の0。藤波にしてやられた1日だ。第3球を投げた。ボール。わずかに外、勝負の時だね。ほい、うまいバッティング、センター前、ごちゃです。なめるなよ、同点タイムリー、イエーイ。いただきました。あ、出た。腹立つわ。でもなんか不思議と可愛く見えるね、俺がやると自分の時だけは何も言わないっていうね。他の選手がやった時はボコボコに言うの。あのパフォーマンス本当俺大嫌いなんだよな。やめてほしいわ。誰が持ち込んだのか分かんないけどね。おーっと、またか。6打席目本日。よくちゃん、打席が回ってくるね。延長戦入ってますからね。チームは6対4。勝ち越したぞ。もうカウントは1ボール1ストライクです。投げました。もうカウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。ほい、いただきました。これで4試合連続。いや、もう半ば諦めてたけどね。今季17号。さーて、あのミッションまであと1試合となったぞ。これはびっくりだ。もう諦めてたんだけどね。まさかの出たよ。これもど真ん中だったね、今。そら打っちゃうよ。舐めてんのか、お前。止まらない。さて、今季20号まであと3本。残る試合数はまだ余裕ありますからね。これ届くんじゃないですか。6打数の2安打1本のホームラン、2打点ですよ。4試合連続ホームラン、4試合連続出塁、4試合連続打点、4試合連続勝った。全部続いてる。オーマイガー、止まらないよ次々来るよ。5試合目達成できなくてパッタリ止まりそうな感じあるけどね。大丈夫大丈夫。ちょっとか、あの、ババアパワーを借りましょう。今回はまだ一度もババアに電話してないからね。何？後でかけ直すよ。ババア、力をくれよ。あんたの声を聞かせてくれるだけで俺はやる気が出るのに。試合頑張ってねでいいだろ。冷てえな、このババア。もう俺に飽きたのか？お前から告白してきたくせに、なんだそれは。てめえみたいなババア捨ててもいいんだぞ、お前。これ、こっちは本塁打を取れる逸材やぞ、お前ボケ。てめえみたいなババアなんて取らなくてもよ、付き合わなくてもよ、その辺にいる若い子、引っ掛けられるんだぞ、この野郎。めっちゃ性格悪いやつになってるね。女のことに関するとちょっと性格が変わるやついるよね。さて、5試合連続本塁打、あるでしょうか。ミッション達成なるか。本当に今回はやばいぞ。スタメンも取って、本塁打も量産しまくって。ババアにはちょっとやや冷たい態度を取られたけど、絶好調はキープできている。最高の実況になりそうだね。てか、もうなってるよね。追い込んでから投げました。ボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた。ヘイグほとんど動かず。オーマイガー。1打席目では打てないね。ノーアウトランナー1塁。今日の試合の内容だと4打席くらいしか回ってこないかな。それだけ回ってきた。十分と言いたいとこだが、これゲッツーじゃないか。ゲッツーは免れた。危ない。もう今季10個打ってますからね。ここでゲッツーなら11個目だよ。危ない危ない。めちゃくちゃ打つ。ゲッツーロボになってるからね。うわっ、あの、このナックルカーブ的なものだよな。ドロップカーブか。やべえ、もう一回来てくれ。5試合連続本塁打。黄色信号がかかった。おそらく最後の打席になるかもしれない。ここで打てるか。連続安打も止まるからね。ここまで出塁もヒットもなく打点もない。
うわー、インコース詰まらされてセンターフライ、すべてが止まった一日になったんじゃないか。止まりましたね、よりにもよって、あと1試合というところで止まるかね。なんだ、やっぱ俺持ってねえな。俺やっぱ持ってないわ、みんな全部止まったもん。ホームランが打てなかったら、ああ、まあそれ難しい、しゃあないわな、あと1本惜しかったなってなるけど、ヒットも出塁も打点も上げれずかい。そりゃ監督の評価下がるわ、お前。うわー、残念、ミッション達成ならず、連続で5試合は打てなかったね。伝説のホームランバッターへ1。監督また行きますよ。この先ね、連続でホームラン打つことなんて何度も何度もありますからね。これ多分あれでしょ？ホームラン2試合、3試合連続で打つと、このミッションが監督からね、持ちかけられて始まるわけだ。さて、お次ヤクルト戦だね。行こう。とりあえず、止まったヒットをね、また続けていかないと。ヒットまでも止まるとは俺は全く予測してなかったからさ、本塁打多分出ねえなーって。俺のことだからホームランは出ないけど、まあなんか出塁フォアボールとか選ぶんだろうなーって思ってたら、全部なかったね。見事当てはまらなかった。いや、あのドロップカーブが打たされたんだよな、全部。やられたよね、相手ピッチャーに。もったいないっちゃもったいない。振らなくてもいい球だったんだけどね。2球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで第3球を投げた、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。次は4球目投げました。オーマイガー、いただいたなぜここで出るんだ、今季18号。さっきの打席のどれかで出ろよ。連続ホームランが途切れた後にまた出だすっていうね。はい、20号まであと2本です。目指してる場所にもうあと少しで到達できる。影は見えてきたね。影というか、その目指すべきものに触れるとこまでは来てる。あと2本だ。カウントワンボールワンストライク。投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。4球目ストライク。次は5球目。投げた。危ない球。危ねえ、気をつけてくれ。怪我させたらどうすんね。投げた。打ちました。ダメ。これなら三振しとけばよかった。中途半端当ててもしょうもねえわ。同点で迎える6回です。現在の打率は2割6分。ああもう、ああもう、ショートゴロ、一塁へ送る、アウト。これでくっそ、手出さなくていいのに。1試合目の1打席目のホームランを思い出せ。甘い球を打て、高めに来るね。さあ次の投球。もうなんでよ、なんで、え、俺3秒前に高めに来る甘い球打てって言ったじゃん。全然関係ない球振っちゃってるけど、自分の言ってること理解してないのかな。自分の言ってること理解してなかったらこの世で生きていけないぜ。ホームランは出たんですが、残るの打席がちょっとしょうもなかったね。稀に見るしょうもなささだよ。最初に打って後打たないってわりかしあるパターンだからね、俺。まあでもこれでまたホームランが出て、今季第18号。20本までは何度も言いますが、あと2本というところまで来てますよ。もう一回ババン電話かけてみよう。また冷たい感じでなるかな。うん、よかったよかった。今日はどうしたの。じゃあデート行こうよ。この前は海辺に行きましたからね。公園に誘おうか。行こう行こう、のんびりデートしようよ。え、全然楽しくねえじゃん。天気の感想しか言ってねえ。何が面白かったんだ。こいつ嘘ついてるな。ババこんなのでいいのか。いやいや、好きな人といるってだけで幸せを感じられることもありますからね。むしろありまくりですよ。ま、僕は童貞で誰とも付き合ったことないんですけどね。悲しいですよ、本当に。なんだこのクソみたいな人生は。だからマイライフでリア充になる。笑え、みんな笑うんだ。失笑してもいいぞ。バカにしてもいい。ただ俺は、みんなの声は俺には届かない。俺はこのマイライフでリア充に、ね、なるからな。リア充なんだと信じてるから。さて行こう、広島戦。ワンアウトランナーなし。また連続ホームランあるか。さっきのはたまたまだったのか。いや、なわけねえだろ。これまた9月の月間 MVP あるかもしれないね。2ヶ月連続8月取りましたからな。低め際どいボール。いや、これだけ本塁打量産してたらあるよ。
ただ8月に取った月間 MVP の成績は他の月間 MVP 受賞者の成績と比べるとちょっとね悪かったというか、あ、まあ打点とか打率とか打点の、本塁打の部分では全部負けてましたからね。あ、でも8月で一番打った男は俺なんでね、まあ、関係ないよ。打者的には一番苦しい時期だからね、この8月っていうのは。もう打者じゃなくて投手もね、疲労が溜まってくる時期ですから、その時期で取ったのは俺、その時期のナンバーワン選手は俺ってことですから、すごいのは俺なんだ。おいイエス、どうだ、逆方向行ったか、あら行かない、いいだけなんだけどね。今日は2-0、1三振か。打率は2割6分キープしたいんでね、基本はこの辺りをうろちょろしたい。おっと、うまいバッティング、落ちるね、イチロー、イエーイ、よくイチローがやるパターンのやつだね。サード後方に落とす、ここで出たよ、ピーマンイチロー説浮上。え、マジかよ、こんだけホームラン打ってた上に打率もイチローなんの、無敵じゃねえか。ねえ、最高だよね、3打数の1安打。とりあえずよかった、3打席目に1本出てくれてね。あのヒットはいいよ。俺の大好きなヒットだね。坂本と飯か。初めて行くね。一緒に行こう。いや、癒しですよ、坂本は。かっこいいからね。お、なんだ？おー、セリーグのタイトル争いをチェックしてみたいと思います。打撃部門は？あー、バレンティンがトップなのか。33本。ほんで？首位打者は川端。打率を考えればもう川端で決定っぽいね。山田はトップ5に入らず、打点ではバレンティンで、山田とは8打点差。これもやや決定かな。まあ8打点なんて割りかしひっくり返せるからね。おお、トップは成瀬と小川、ヤクルトコンビすげえな、勝ちまくっとるやんけ。で、防御率ではジョンソン、男気も頑張ってるね。最多セーブは沢村だ、うちの沢村ね、41セーブ。いやいや、もうこの時期で独走ですからね、もうほとんど決定ですね。最多セーブ、本塁打も決定かな。打点はまあ8打点ですからまだわからないとして、うーん、まあでも決定だろうね。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにねしていきたいと思いますので、この試合をプレイして終了です。次回またこの続きから始めていくからね。まあほんと今回はスタメン争いにも勝って、松井秀喜の1年目の成績も超えて、ホームランも4試合連続、この実況だけで5本も出てるわけだよね。最高の実況となってますから、その締めくくりで俺はどうするかだよ。締めくくりで毎回ミスる男なんだけどね、今日だけはミスりたくない気分だ。うわー、現在防御率ランキングトップのジョンソンとの戦いか。ただ調子は絶不調ですからね。対成績は1打点のみ。今季まだジョンソンからのヒットはないですね。確かに打った記憶はないわ。この1打点も多分なんかセカンドゴロとかそんな感じだよ。もったいない、もったいない、本当にもったいない。なぜそのカウントから手出して凡退する。クビじゃぞお前、クビにされるぞ。俺が GM ならお前即クビ切るぞ。他球団に流すぞ、島流しじゃってね。ちょっとひどいわ。もうこれは見る見る見る、ナックル勝負は手出さない。追い込まれてからだね。うん、無理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 、追い込まれても無理。あははは、もう苦し紛れに手出して入ってたからね。ナイスカット、ワン、ツー、ふぅ、ツー、ツー、カウントはツーボールツーストライク、投げました、ブー、どうだ、落ちろ、今季初ヒットレース、ジョンソンからの初ヒットいただきました。それもツーベースヒットっぽいね。レッツゴー。とりあえず今回の実況最後の試合を無安打で終えるということはなさそうだね。2アウトランナー2塁の得点圏、ジョンソンはまだこの試合失点なし、防御率も 1.79 下げたね。このままいけばもうジョンソン確実に防御率取りますからね、タイトル。いや、ここで手痛い一発を入れていこうよ。危ないよ、気をつけろ。3ボール1、フォアボール、あー、得点圏だったんだから勝負してや。あー、最後回ってこず、うーん、チームは 4-0 で負けました。ただピーマンの個人成績は、ジョンソンからの、このプロ初ヒット、トゥーベースヒットですね。そしてフォアボールも選んで2出塁1本の長打という活躍でございましたね。素晴らしい。うん、
おお、3試合連続安打、3試合連続出塁が続いてる。そうだね。また続かしていこうよ。今季最長は4試合ですからね。5試合はなかったはずだ。あ、4試合ですか。今季最長は4試合だね。5試合はなかったんだ。合ってるね。ぜひ行きましょう。よし、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回この続きから始めていきますのでね。で、次回の実況がこの1年目シーズン公式戦最後の実況になりそうだ。残る試合すべてプレイしていきます。じゃあ最後ピーマンの成績を見て終了していきましょうよ。現在は、91試合に出場して打率は2割6分4厘、220打数の58安打。2塁打11本で3塁打1本、本塁打18本。さて残る試合、おそらく十数試合だと思いますが、その試合であと2本打つことはできるか。20本まであと2本です。これは絶対達成していきたいね。ここまで来たら打点は34打点、得点圏打率は相変わらず低く1割9分6厘、本塁打率は12打数に1回出てるという計算ですね。ですから3試合に1回ってことだよね、大体。わお。で得点30得点、三振が16、フォアボールが15で、デッドボールが1、ギヒが1、併殺が10個多かったが、今回の実況では出ませんでしたね。出塁率は3割1分2厘。長打率は5割6分8、OPS は8割8分。もうリーグ一流のレベルの OPS を残してるね、1年目から。まあ、残念ながら規定打席は到達することはできませんけどね。今回の実況は本当連続でホームラン打てたり、ようやくスタメン取れたりね。もういろいろたくさんあった試合で、あった実況でございました。1年目、本当に充実したね、マイライフになってますから。まあ、次回が1年目公式戦シーズン最後の実況になりますが、そこでもたくさんのヒットを量産して、ホームランも量産して、20打点と、20本到達、打率も2割6分キープして、打点も40打点50打点、いけたらいいなと思ってますのでね。次回の実況もまた見てくださると嬉しいです。じゃあここまで見てくださった皆様に感謝し終わりにしましょう。グッバイ、またおう。